韓国で本場中国産の裸キムチが大人気になっているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。昨年キムチ輸入額が史上最大を記録した。関税庁が集計した結果、昨年のキムチ輸入額は前年より 20.4% 増加した1億6940万ドル2092億ウォンだった。輸入キムチは全て中国産だ。これで2021年の裸キムチ議論以降、減少していた中国産キムチ輸入は以前の水準をむしろ上回った。中国産キムチの価格は国産の 20% にも満たない。材料価格の引き上げで国産キムチの価格が上昇したためだ。キムチ輸出額も7年ぶりに減少した。韓国キムチが免疫力を高める健康食品という認識が広がり、享受したコロナ特需も日常回復とともに終わってしまったわけだ。それでは韓国さんの反応です。食堂を経営している人たちはキムチを出さなくてもいいので、中国産キムチを買わないでください。食堂のキムチはしばらく食べてない。中国産キムチは無料でも食べない。中国産が悪いのではなく、輸入業者が低質なものだけ持ってくるのが問題。中国は昨年から貿易赤字国。これまでは経済的に利得があり、それなりに意味のある国だったが、もはや経済的にも赤字を出しているため、軍事的にも経済的にも中国は韓国にとって全く役に立たない国だ。朝鮮族を含む中国人に対する税金支援は全て中断されなければならない。いくら物価高で苦しくても中国産キムチは汚くて食べられない。輸入業者たちは目を覚ませ。白菜農家では収穫したら損をすると白菜畑を掘り返すほど白菜価格が下がったというが、本当に皮肉だね。だが食堂の中国産キムチは拒絶。安いからと思ってきてお客さんに食べさせる食堂は行ってはいけません。自分の家ではそれを食べないのではないでしょうか。ところでどこに行っても中国産キムチという表記はないのだが、みんな騙しているのか。詐欺共和国中国の水虫の足でびちゃびちゃつけたキムチは民主党の奴らにでも与えてください。裸白菜よりキムチに入れる生姜の方が大きな問題である。少しでもカビの生えたものを使っても致命的なのに、中国の奴らがそんなことを気にするだろうか。そのまま食べないのが答えだ。消費があるから輸入するのでしょう。我々が中国産を食べなければいいのです。先日中国のキムチからネズミが出てきたというニュースを見ました。本当に最悪です。ということで韓国さんのコメントではみんな文句を言っていますが、どれだけ文句を言おうとも韓国で中国産キムチの需要が上がったという事実は変わらないんじゃないでしょうか。さすがに頭が荒れな韓国さんでも消費もされないのにそんなに輸入が増えるわけがないですし、消費されるから輸入が増えているというのは間違いないでしょうね。韓国さんは中国産のキムチを輸入するなと文句を言っていますが、日本から言わせれば韓国産の海産物やインスタント食品など人が口にするものを輸入しないでほしいと思っちゃいました。少し前に台湾でまた韓国産の辛ラーメンから基準値を超える発がん性物質が検出されたというニュースがありましたが、今度はタイでも同様の事件があったようで、日本は本当にちゃんと検査しているのか心配になっちゃいます。日本から韓国に旅行に行く人も増えているようですが、そんな人は韓国に行って裸キムチを食べさせられているということにも気づいてないんでしょうね。まあそれは置いといて、韓国さんのコメントで裸白菜よりキムチに入れる生姜の方が大きな問題であるとか言っていますが、韓国さん、それってつまり韓国さん的には裸キムチは何も問題はないってことでいいんですよね。ということでご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。